皆さんどうもお久しぶりです。てるてるみてるです。どうも最近ですね、ちょっと動画をずっと撮ってなかったので、まあ、アップはしてたんですけど、あれは取り置きしてたやつなので最近の動画じゃなかったので、この最近の動画を目指すのがすごい久しぶりなんですけれども、今日はちょっと時間があったので動画撮影しております。ちょっとね、目線がね、こっちにずれてるのは、これ今パソコンから動画撮ってるんですけど、画面見ながら撮ってるので、まあ、そこら辺はあまり気にしないでいただきたいです。キャスみたいな感じでね、やっていきたいと思うのでよろしくお願いします。ちなみに今日の動画は、ブログとかツイッターとかで、まあよくリクエストいただいてたんですけども、メイク関係の動画を撮りたいと思います。今日はメイクプロセスではなくて、いつも私が使ってる道具の紹介をしたいと思います。メイクプロセスはね、プロセスはですね、ブログで写真を載せながら一回書いたことあるので、よかったらそっちの方も見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、今日は簡単にその使ってる道具の紹介をしたいと思います。ということで、まずですね、私が使ってる道具がこんな感じで、これ100均のカゴなんですけども、まあ、ちっちゃいカゴの中にさらにこのなんかこのね、あるんですよ。こういう仕切りみたいなやつが、今出したらガチャってなるから出せないんですけど、仕切りみたいなのがあって、それも100均で買いました。で、この中に全部入ってます。わかるかな？ちょっと汚いんですけど、全部入れてます。で、これと、あとはいつも出かけるときに持ち歩くポーチの中にも、まあ、入りきらないやつがいくつか入ってます。で、これを、今から紹介していきたいと思います。で、私は学生なのでお金ないので、結構高いブランドとかは使いません。ほとんど使ってないです。キャンメイクとか、あと100均をすっごい使いますね。100均は今侮れないですから、100均のコスメは結構使います。なので、まあ、おすすめできるやつとかね、どんどん細かいとこ紹介していきたいと思います。はい、ということで、じゃあまずね、私がメイク水準版に言えばいいか。まず私が、この何やろ、詳しい用語とか全然知らないから適当に紹介していきます。このお肌に直接使うやつは、これです。これは、あ、ちょっと待って。お母さんに買ってもらった影で。これです。セザンヌの、セザンヌっていうのかな？普通のね、なんかちょっとクリームタイプの、やつで、なんかね、ムース状になってます。なんで結構使いやすい。で、これといつも日焼け止めを手のひらで混ぜて、それをこうやって塗ってます。なんで一応こう UV カットもしながら、それで伸びが良くなるので、この2つを混ぜて使ってます。はい、次はファンデーションっていうか、私これすごいおすすめしたいです。普通の薬局で売ってるとこは見たことなくて、私はロフトでこれを買ったんですけど、 LB って書いてるやつですね、の、モイストミネラルパクト、モイストミネラルパクトです。読みにくいな。これです。これ暗い方なんですけど、中はこんな感じになってて、これね、すっごい毛穴隠れるんでおすすめします。めっちゃおすすめします。1000円で売ってるんで、割とこのサイズ感からは安めの感じかなと思います。これは最近買いました、おすすめの LB のファンデーションです。次は何しようかな。チークはオール100均です。100均のチークをすごい使ってます。で、これがよく雑誌とかでも載ってるフラワーチークなんですけども、2色あって、赤っぽいやつとピンクっぽいやつとあって、私は気に入ってるので2色買いです。結構ね、色がバッてつくんで、学校の日とかちょっと間違えてつけすぎる時とかもあるぐらい結構目立つ感じで、でも休みの日とかに使う分にはすごいですね。色もめっちゃ使える色なのでおすすめです。あとこっちも100均のチークなんですけど、これは結構ね、可愛らしいピンク色で、見えるかな、これ見えへんやん、全然見えへんやん。でも使
つけてみたらすごいピンク色になります。ブラシで取って普通に伸ばしたりして、あの付属のこれついてるんですけど、これめっちゃ痛いんで使わないです。はい、それがチークですね。次はこのアイラインですか。アイラインは私ね、100均で1回やったろうと思ってこういうなんかよく売って使ったんですけど、これは全然使えなかったです。正直あの乾くのが遅いんで、書いて目開けたらなんか上についちゃって、とりあえずこれはあんまりおすすめできひんですね、100均のやつ。だから100均でアイライナーはあんまりかな。なんで私が持ってるのはこのキャンメイクのペンシルタイプです。私ペンシルしか最近使ってなくって、ちょっとね筆タイプが最近欲しいんですけども、私いつもこのペンシルアイライナーで描いてます。真っ黒のやつですね、キャンメイクの。これ多分315円ぐらいで売ってたと思います。はい、これがアイライナーです。はい、次はマスカラ。私が使ってるマスカラはアナスイです。これちょっと高いんかな、分からんけど、これねめっちゃいい匂いするんですよ。アナスイの特有のあの匂いがすごいいい匂いするやつで、繊維もバンバン入ってて、下まつげとかもねよく長くしたり濃くしたりするんですけど、マスカラはもうこれでバッチリです。いい匂いするしね、ちょっとフラワーチックな感じの匂いがするのでおすすめです。まあでもマスカラはつけまするときはあんま使わへんし、メイベリーとかでもよくあるんで、まあマスカラはね各自持ってるやつでいいんじゃないかなと思います。次、これは商品名よくわかんない、これも100均なんですけど、クリームアイズです。なんていうのかな、下地みたいなこのクリームっぽいやつで、これはすごい使える、100均です。これも100均です。クリームっぽくなっててだいぶ使っててもなくなってるんですけど、これをつけることによってやっぱクリームタイプなんで、粉がその後のせるアイシャドウの粉が取れにくくなる感じです。あとはこの涙袋のところにつけてちょっと光沢を出したりするのに使ってます。これはすごいおすすめですね。なくなったら絶対また100均で買います。クリームタイプのやつです。あとはこれキャンメイクのスーパーグリッターライナーってラメのアイライナーなんですけど、すごいラメが入ってます。これはこの下の黒目の下のところにつけてちょっとうるうる感を出したいときに使います。キャリーちゃんがねここキラキラしてたんで、あれはいいなと思ってキャンメイクで買いました。これは600円ぐらいかな、まあ普通なのか高いのかちょっとわかんないですけどって感じです。次多いのがアイシャドウの紹介をしていきたいと思います。私使ってないやつがいっぱいあるんですけど、一番よく使うやつがこの2つです。学校とかにもよく使うんですけど、こっちが100均のやつでこんな感じになってます。白と茶色と茶色の濃いやつ、もう単純な感じです。100均で、これは正直一番使ってます。でこっちがキャンメイクの新しいのかな、一番最新のアイシャドウなんですけど、まあ、5色入りで使い分けができるんですよ、用途に合わせて。そういうのも全部裏に書いてるんですけど、まあ、使う順番とかを見ながら用途に合わせて使えます。おお、はい、これが一番無難な感じの色、ブラウンのやつで学校とかにもよく使ってます。でこっからはなんかちょっと興味本位で買ってみたみたいなやつなんですけど、まず青、
はい、これも100均です。お母さんがこれのオレン、なんや、なんか違う色を使ってて、ですごいいいよみたいなことを言ってたので、ちょっとね、シーパンク的な、シーパンクって最近ちょっとやってるコーデなんですけど、ジャンルなんですけど、そういうまあシーパンク的な感じのコーデをするときに、ちょっと青いねメイクができやってみたいなって思ったんで、興味本位で買ってみました。もう真っさらです。使ったことないです。ちなみにちょっと今あ、青っ、やっぱこれめっちゃ青いやん、めっちゃ青いやん、すごいな、色のりが半端ない、すごい、めっちゃ発色のよろしい感じでございます。はい、青色、これね、また使ったメイクをブログとかにアップしたいなと思います。青色の100均です。はい、次、これも全くの興味本位、一回も使ったことありません。紫。これは、その、100均のプチプラコスメの紹介で、すごいランキングに感じだった。紫色のアイシャドウです。使ったことないです。どんな時に使うかも未定です。なんやろ、ちょっとゴシック的な感じかな。ゴシックパンク的なコーデの時に使えたらいいなと思います。紫多分ね、綺麗やと思う。で、まあ、紫の種類も3種類あって、白もあって、これ何、グレーかな、グレーもあってみたいな感じで、なかなかいいんじゃないかなと思います。はい。またこれも使ってみたいと思います。ですね。で、ブラシ類じゃない、まだ、はい、これがケイトのピンク色の繰り出しタイプのピンク色のライナーっていうかな、結構キラキラする、うわ、折れた、え、折れた折れたよ、やば、折れた、ね、書いたらこんな感じになります。で、これは、この、下、ここに、ちょっと書いて、泣いた後の目的な感じにするんですよ。なんでかちょっとよくわかんないけど、泣いた後の、ちょっと下が赤い目みたいな時に使います。たった今折れたんですけど、折れたんですけど、これ。戻す。これは、まあ、そんなに高くないですね。普通に売ってます、薬局で。ケイト。で、あと白とか黒とか、紫とかが結構色あったんですけど、まあ、ピンクのラインを引いたりね、あとこの目頭に引いたりして、カラーメイクしたりするときにもピンク使います。はい、次。次は、これも100均の、なんていうの、口コミですっごい良かったやつ。ペンシルコンシーラーです。これはもう毎日というか遊びに行くときとか、絶対使ってます。クマを隠したりするので、私ね、寝不足なんで、めっちゃ夜寝るのバリバリ遅いんで、クマ、常にあるんですけど、多分今もあるし、毎日、今日も明日も毎日クマあるんですけど、まあ、これで、こうやってギューって塗って、隠す感じです。太い方と細い方があって、まあ、これもこうやって繰り出しタイプで、こうやって書いて、ここに書いたら分かるかな、こうやってクマを隠します。これもなかなかおすすめでございます。焼き塗ってます。はい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 、次は、ブラシタイプ、ブラシタイプじゃない、ブラシの紹介をします。このアイシャドウに使ってるブラシがこの2本です。これは、近所の薬局で2本入り500円ぐらいで買いました。細いタイプと太いタイプと、もうできるだけこのここが柔らかいやつじゃないとやっぱ肌に悪いので、柔らかいやつを選んでほしいなと思います。やっぱりね、100均のやつでもすごいいいやつあるんですよ。やけど
と触ったりこう実際に触ったりできひんから、まあ無難に薬局で買うのがいいでしょみたいな感じで買いました。普通にこれめっちゃふわふわなんで、まあなんでもないやつです。次、これはすごいおすすめできる、100均のチークに使っているブラシです。もともと多分これファンデーションのブラシなんですけど、まあチークのブラシが欲しかったんで使ってます。これは100均のセリアで買いました。ここが黒いやつもあるんですけど、これは100均の割にというか100均のくせにめっちゃ柔らかいです。めっちゃ柔らかいし、こう肌触りもいいし、これはほんまにおすすめします。なんかね、他にいろいろ100均であるんやけど、それは硬かったし、なんか肌に悪い感じしたから、あれおすすめできないんですけど、これはおすすめできる100均のブラシです。で、私がすごい推しブラシ、私がもう推すブラシがこれです。じゃーん。これは、よく薬局で箱にケースみたいなのに入って売ってるやつですね。先こういうタイプになってて、これまあ1200円くらいしたんですけど、私が買ったのは、アムロちゃんがイメージキャラクターになってるところのブラシです。他にもあるんですけど、まあ私はそこのやつを買いました。これね、もう半端ないですよ、ほんまに。なんかもう、肌触りが半端ないです。めっちゃ気持ちいいし、細いんで毛がめちゃくちゃ細いんで、この毛を下から上にこうやってやると、毛穴にファンデーションが細かく入っていって、毛穴が隠れるっていうらしいです。この細かさはやっぱり他じゃ買えない。もう1200円出す価値のあるブラシやと思うんで、ぜひぜひ使ってみてください。次に、口紅はね、なんかもう普通にこういうやつを使ってます。こうやって繰り出すやつね、よく今売ってるじゃないですか、いろんな色。これはすごいね、楽、便利。こうやってギューってやって、なんかこう手を汚すこともなく、ブラシを使うこともなく、すごい便利です。これのね、あと赤も次買いたいなと思っております。繰り出しタイプの口紅を使ってます。それと次はつけまいこっかな。つけまはもうありすぎてようわからん。つけまはなんかもうなんかあいいと思ったらとりあえず買うっていう感じです。下もこんなんちょっと濃すぎて最近使ってない。私が一番使っているのがこののやつです。これは結構高め、1200円、2つで1200円です。長いから目大きい人でもいけるし、私は結構端っこ何個か切って使いましたっていうか何個か切りました。でやっぱりこの黒目の上のところだけ濃くなってて、後ろネジのところはバサバサって感じなんで、まあ結構パッチリ。私が載せてる、メイクの写真は大概これでこれをやってますですね。はい、あとはもうバッサバッサ行くときはこれぐらいの、昔のキャリーちゃんがつけてたみたいなこれぐらいバサバサのやつをつけてた時もあります。最近買ってなんじゃこれって思ったんが、いい意味でね、この100均のやつなんですけど、100均で茶色が買えるんですよ、もう今は。100均でね、茶色が買えちゃいます。茶色のブラウンのつけまがやっぱり自然なので、ずっと欲しかったんですけど、100均で見つけた時はもう即買いです。100均で売ってます。うん。100均はなかなか充実しています。あとこれも100均かな。これもナチュラルな、あんまりこう派手にしたくない時の。つけまです。そんな感じでね、つけまはほんまにいろんなパターンを試した方がいいかなと思います。やっぱりね、合わへん形とかあるし、自分になんかちょっと違うなみたいなやつもあるから、まあ100均でね、いっぱいいろんな形売ってるので、
まあ、試してみたらいいかなと思います。それからまあメイク、ちょっとメイクから離れていくんですけど、私はフェイスシールみたいなをよく使います。まあ、もともとこのビンディっていう、なんていうの、アジアン雑貨とかでよく売ってるビンディから始まったんですけど、私こういうちょっとアジアンチックな服もたまに着るんですよね。なんでこのビンディをこのね、ここ眉間に貼ってよく出かけるんですけど、これなかなか最近流行りだしたみたいで、ちょっとね流行に乗ってるみたいな感じで、ちょっと嫌なんですけど、ちょっと実際に写真をね見せるのが早いかと思って写真を探します。ちょっと待ってください。これです。わかるかな。こうやって眉毛の間に貼って、このいかにもインディアンですみたいな雰囲気が出ます。すごいね、これをつけるだけで。でこれ一つ100円で売ってるんで、まあちょっと使い捨てになっちゃうんですけど、やっぱり皮脂とかがついてね、次から使わへんくなったりするんやけど、まあ1個100円ぐらいで売ってるし、納得の、感じかな。いっぱい種類もあって、よくアジア雑貨とかでね、105円って売ってるんで、まあ、買ってみてください。あと、最近、使ったフェイスシールっていうか、ちょっとね、貼るやつがこれです。これは、ハートなんですけど、ビーズです。で、まあ、両面ともボコボコしてて貼りにくいんですけど、これをアイプチというか、つけまのりでこのね、目尻に貼って、ちょっとなんかロリチックな感じのメイクを最近しました。これかな？見えへん。これ目尻に貼ってるんですけど、ちょっと変顔になる。これ見えるかな？あ、こんな感じで目尻に貼って、見にくい目尻に貼りました。そしたら結構ね、なんかうるっとした感じでおすすめです。今ねシールってこうやっていっぱいなんか種類売ってるので、100均でこういうのも使ったり、あと私の友達も白いやつをここにこの黒目の下に貼ったりして、なんか可愛い感じに、可愛い、それがすごいね感じなんで、やっぱりねシールとかも活用するのもありやと思います。ちなみにこれ全部1000円じゃない、100円です。こうやってねいろんなことに挑戦していくのもありやと思いますよ、私は。はい、っていう感じですね。で、まあ最後なんですけれども、これはもう私は運命的な出会いをしてしまったと思うぐらいおすすめするアイテムです。それがこちら。じゃーん。伸びるタイプのアイテープです。今、ファイバーテープって言って、ドンキとかで AB って書いた、すごい1200円する高いやつあるんですけど、あんな高いの買うのほんまにもったいないぐらい、これすごい使えます。今ね、私、中身なくしたんですよ。ちょっと結構落ち込んでるんですけど、それで中身なくしちゃって探してます。もう出てこなかったら絶対これ買います。買いだめしたいぐらいこれほんまに使えます。で、まあ普通の絆創膏よりも伸びてこう貼って自分のサイズに合わせて切ってっていう感じで使うので、これはねほんまにおすすめします。これね100均で売ってるので見たら買ってみてください。ただ合う人と合わへん人といて、私はこれがめっちゃ合うんですけど、お母さん試してみたらなんかこんなん全然使えへんっていう感じだったんで、やっぱね人それぞれあるかなと思います。っていう感じですね。まあこんな感じの防具
フでいつも私の顔は成り立っております。あのブログに載せる別人のような顔は今のほとんど100均で作り出されています。この顔が100均であれになります。なんでね、やっぱりね、高いのには高いなりのわけがあるし、高いのには高いなりのわけがあるし、でも安いのでも全然いいと思うんで、まあ実践あるのみというか、使ってみて、あ、これは私には合わへんなとか、これめっちゃ使えるやんとかいうのを実感してもらいたいと思います。ということで今回はメイク道具の紹介をさせていただきました。よかったらチャンネル登録、高評価、あとツイッターとアメブロ、フェイスブックやってます。チェルチェルミチェルで検索したらね、その長ったらしい名前やってるの私ぐらいしかいないので、多分出てくると思いますので、どうか申請登録よろしくお願いいたします。ということで以上ミチェルでした。バイバーイ。